5時間取りっぱ。UCC 大量に入っとる。パンパンですやん。だいぶね。これ一本絶対入らんかったっすね。これ絶対入らんかったっすね。こっちに出てるやつ。意外とサス柔らかいんやな。あ、サス案外柔らかいっす。案外柔らかいな。ちょっと入り込み渋いけど。はい。でもあんま硬いよりはええかなみたいな。いや、硬いのは良くないよ。俺か硬いよりはええかなみたいな。あれ俺のことやな、これ。硬いの死んでしまうっすね。それは俺のことやな、お前な。このやる気のない音。YZ からそれですからね、ちょっとしんどいっすね。しんどい言うな。しんどい言うな。めっちゃ言われてますね。あぶね。よっしゃ。いや、早く何に似つかわしくない。ファッションバイクですからね。え、やっちゃった、先行き。Thank you.
感がいいですね。はあ。あっちゃん、ここであかんで。水が大事だ。おお、おお、危ない。あ、マジっすか。横から行きます。おう、横から行くぜ。うい、まさかのそういうパシーン。うん、そうだそうだ。って書いてあったりな。おお、どっか落ちとくかわからんな。ねえ、あ、片側だけで片方残っとるでいいですよね。それならまた行くからね。今日ザリや。うん、来た来た来た。ザリか。これでも下の川の方もおもろそうっすね。おっしゃはい。うん、どうしたっちゃ。出ら早いですや。水を得た魚みたいだな。そうそう、立て立て。体固まっとるよ、あっちゃん。いやーいや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 、だいぶ遅いよあれでも。マジか。楽しい。いや、あれ全然来てないっすね。全然来てないっすよ。えっ、この誘いな。お前な、京平やべえっすね。このいう林道いいっすね。こういうのがやっぱ林道やよね。ねあの子がれてない。今日僕らが行っとんのはだいぶあれっすからね。おあれ、何やあれ。
ね、なんか、あ、崩落したんですかね、ここが。あ、いけるいける。あ、全然、余裕余裕。うえい。クソ簡単や。あれ京平、これ分かれ道やよ。分かれ道だ。とりあえず上行きます。まっすぐ行きましょうか。うん。うわ、落ちとるだ。あぶだ。うわ。これ京平。はい。行き。違うか。切れそうですよね。こっちやな。はい。止まったけ。切れそうな。あれ、ちょっと待ってるよ。あれこれ行き止まりだね。行き止まりっぽいです、そこは。で、切れとるっすもん、それ。なあ。はい。よいしょ。もう一回。ちょっと優待ってことでます。あ、こけた？いや、こけてないです、まだ。まだ？まだこけ、あ、行きましたわ。あ、いや。ええな、こういう林道いいっすね。伊藤ジェネルさん。来た。はは言うてますよ。伊藤ジェネル来ました。真ん中抜けてった方がいいよ。え、真ん中っすか。うん、タイヤが多分それ食わんやろ。U ターンが出られないで。おー、いい感じになってきたやん。ええ感じだよ。ええ感じですね。うん。来とる伊藤ジェベル。カーブ1個遅れておるっす。これは余裕だいけ。余裕だいけ。初日やでな。言うて。これは無理や。え、まだこれがガレットのうちに入らんねん。こんなガレットのやつ、超フラットやで。これ超フラットや。だってまだ石も拳台もないで。フラッと走り合っていえば。えらーい。マジかー。あれどうしたな。ええな、蜘蛛の巣もなくて。声は聞こえるんだけどな。めっちゃ叫ぶやん。
これ。ああ、ちょっと待ってて、止まっててよ。止まってたね。止まってくるかあんの。いや、何足だそれ。二足っす。もう一個上げたら。上げると止まってくんちゃうか。ああ。来た、ジェベイト。まあ、キックチュース。キックチュース。ニュートラルじゃないかよ、ニュートラル。はい、いらっしゃいまーす。はい。かからん？いや、かかった。わかりました。いやー発進時、思いっきり握りすぎて微妙にスライド。パワースライド。あれこれで行き止まり系？マジっすか？あ、これで行き止まりかな今日。あ、これ今日偉いね。ちょっと偉いっすかね。いや、あれでも3つやろ。ちょっと見てきましょうか僕。あ、もう3つないけどな。これ今日深いもんだって。いや、あの感じですけどね。登れそうだった。登れそうじゃない。登れんなら多分登れると思うんですけど、深みです。いや、多分な、あっこで行ったらいいけど、あっこら辺が急じゃないかなと思うから。ですよね。あの、1個上の段ならね、まだあれですけど、登れやすいな。それは多分お前らしか無理やな。ですよね。深いかな、あそこ。深いな。一気に行ったら。道もうないんかな。あ、マジっすか。もうじゃあ、ここまでやで、道は山になっとんすかね。ちょっと先見ていきましょうか、あれ渡って。おうおうおおお。あ、深いわ。そうやろ、もう見てつかせよ。もうその前が深いと、この前の前が。あ、ここやばいっすよね。うん、お多分伊藤ジェベルが死んでしまうやろ。伊藤ジェベルは疲るっすね。死やろ。伊藤ジェベルは多分使ってそこでこけてバイクを押し。いや、それぐらいじゃおじゃんにならん。おじゃんにはならんけどさ。あー、これ切れとるっすわ、その先で。死やろ。はぁ、伊藤ジェベル偉い。え？いや、林道行くとこんなんばっかりでいいって言うたんして。えらいって何、えらいって。力入りすぎ。いや、なんか勝手に溜まっていくんですよ、バイクが。これ、カヤスさんが言ってる意味わかりました。アクセルターンって言ったらだいぶ辛いっすわ。そうやろ。こんだけハンドル計画もないしな。いや、切れ角は結構あるんですよ。いやいや、45度ぐらい。トラシャみたいにさ、90度切れんやん。今まで史上一番楽しいっすよ。楽しい。はい、うひょーみたいな。楽しいやん。はい。あ、違うやん、俺ら上がってきたやんな。はい、上がってきましたよ。これでもう一個連れてくとこがあんのか。あ、そうなんすね。あ、違うか、これがそうか。あ、じゃあ下りやで。緩やかやけど。
怖っ。マジか。うん、あの繊細なブレーキが必要やよ。すぐリアブレーキ、あのロックするな。はい。え、ガッて踏んだらすぐリアブロックする。はい。やられそう、無理やげ、やれるかと思ってあげ。危ねえ。伊藤ゼベル苦戦中。苦戦中。伊藤ゼベルも座ってます。座っとんや。俺なんかカーブで滑りそう。伊藤ゼベルも座って攻めてますからね、カーブも。危ないで。2個ぐらい後ろにおる。伊藤ゼベル座って当選中です。水落ちた。いやいや、こけてないですけど。誰か入ったんか。はい、弾かれました。気づけなかったね。やっとてよかった。前弾かれたいうか、あっちゃんの水が落ちた。ちょっと待ってな。ちょっと待って。あれ、あっちゃんの水落ちた。どういとこか。はい、あっちゃんの水が落ちた。大丈夫か。いやいや、これこれこれ、あっちゃんの水。入れるとこあります。あっちゃん、入らんすよね。あ、はやさん、ジッパー開けて掘り込んでくれます。どっかに。おう、ちょっとそこまでバイトだけ頼むわ。あ、入るわ。おいっす。はいよ、はいよ。いや、走っとったらいきなりやれそうになって落としてたもんね。あ、そうかそうか。
水落とした、水はい水落としとる、強兵が入れてくれた。え、あ、水、水、うん、そうそうそう、それあれ穴開いてん、いや、破れてん、ジッパー破れましたわ。カバン なんでえ、カバン破れて、あの水飛び出してきた。あ、そういうこと。はい、ちっちゃい、あの、バイクバイクについとるカバンが。そう、そうっすジベコをやられる。ジベコをやられました。いや、申し訳ないっす。いやいや、全然どうした、どうした。ニュートラルにいつもなんか変わっとるね。ああ、よう入るよ。足当たんねん、あの位置とか。当たるんじゃん。足のさ、土踏まずのところでステップ踏んどいた方がええよ。いや、そこで踏んでたら踏んでるんですよ。あ、そう。あれさ、もうちょいずらすかな、後ろへな。ああ、戻ってきたね。めっちゃさ、アスファルト走りやすいと思うやん。セール走りやすいっすね。あの、最初あんなにさ、こけてこえとか言うとったのにさ、どうでもええやん。だこれその感覚おもろいよな。はい、戻ってきた。はい、もう左右に触れとるもんな。マジですか。あんなやって、あんま気にならんようになるってなるもん。マジですか。行けるな、左行けますね。ああ、
とりあえず行きましょうか。五稜線。五稜線。いいね。いいなこれ。めっちゃ走りやすいやんこの玉砂利。めっちゃ走りやすい。アクセルでかい。速い。速いけど全然速度上がってかへんな。あ、道新しいなこれ。ねえ。ああ。ポケも少ないし。もうこれ上も行けてん。あ、サポで済まそうか。危ないよ、よそ見危ないよ。おお、ジェベコぐんぐん上がっとるで。うえー、ジェベコー、ジェベコいいねレバー刺しの楽しい。あ、これコンクリ道やな。コンクリ道ですね。ああ。一番これが怖い。あ、こっから違う。はい。あ、後ろにいたんだよ。後ろにいますよ。いや、おる。好きですよ。そらおるやろ。いや、先からずっとおるし。俺なんか一人じゃないけど。多分こんな点取れたらみんな3人とか走れますよ。いやいや、あれ、アレックス止まってくれ。おお。これ普通の林道かな、今日辺。それは林道っぽいっすね、普通の。右側。はい。行ってみる？はい。あ、じゃあ気をつけてな。ところどころクレバスさんで。クレバスっすか。この緑と穴穴。すごい。あ、止まってた。そこで。あれ。危ねえぞ、京平。はい。あ、これサポーできた。あ、あるわ。マジっすか。あ、ほんとや。これそうちゃう。はい。ね、そっちっすね、上。あ、これ偉いわ。あ、じゃあやめとく。これやめといた方がええな。あ、これきつっ。ほう、鹿の骨。これ距離を上がってこれるかもないよね。トラクションかければもう多分俺これこっから弱くなっちゃうかタイヤ。いや僕も結構きついっすね、噛んでねえっすもん。あー空転しとるっす。ここやろ。はい。U ターンしようかな。はい。お前が先突っか。俺が邪魔か。強兵。あ、いや大丈夫っす。このままここで行けます。食うてね、食うてね。くっそ滑る、くっそ滑る。あ、いけるいける。これあっちゃんきついわ。多分あっちゃんじゃ無理やな。全く食わんもん。なんか綿の上走ってるみたい。これは偉いな。こういう道はほんま弱え、こいつ。うわよいしょ。いいよ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 。
クラッチ使って演奏しやんようにな。いやもう僕今4回ぐらい演奏しますよマジで。繊細なクラッチ操作が必要やで。ほんまですよマジで。すげえな、上り坂でもフロントスローか。坂コンプリッチに変わったぞ。おー、あ、ほんまや。ようけあるけどな、おい。おー、これもでも一緒でしょうね。とりあえず切るか、これまっすぐ。はい、多分一緒っすもんね、これな。くぐり？いや、くぐる方が僕的には難しいってな。あ、そう？ニュートラルに入れて押してきゃいいやん。マジか。あ、ほんまや。林業っすかね。あ、林業やな。リフトありますもんね。終わりか、ここで。もうでも、あそこで行き止まりやけどな。ぽいっすよね。あ、止まった。ああ。言うたんすか。うーい。ちょ、待てよ。ああ、そうそう、途中でまた戻れるわ。あ、はい。あれ？うん？鬱陶しい。ねえ、あ、大バッツ。ちょっと体動かすとね。ああ。リアロックしとる感覚が。めっちゃリアロックするやん。めっちゃリアロックするやん。感覚が。やめてよ、目の前でいきなりこけるの。ここなら一回一服するか。はい。
ギアの子が入ってる。あ、止まったけ。そこで、そこで。どうあった、ハスリンドは。はぁーって感じじゃないっす。はぁーって感じだ。はぁ、今日は結構乗るとるわけよ、俺ねえ。やっぱりフラット林道には強いっすね、それ。なんか、ああ。